沖縄ネットです。ね、今日はちょっといい天気なんで、海まで来ました。まあ、浦添市って言って、那覇からも近いところで、意外とすぐ行ける海です。で、道路沿いに海がずっと広がってる、まあ、ところなので、ドライブとかもいいかもしれないです。今日なんですけれども、結構、うちの情報メディアで人気な記事って、移住系の記事が結構人気だったりして、で、インターネット検索で移住のことを調べたときにうちにたどり着いてくれるユーザーの方すごい多いんですよ。まあ、ちょっと移住について喋ろうかなと思います。沖縄移住って結構したい方が多いと思うんですよね。憧れてる方とかが沖縄移住ってなんかうまくいくのかなみたいなんてなんか思われてる方結構いると思うんですよ。沖縄移住の情報も今後こういう風にちょっと言葉で発信していければいいなと思ってます。第1弾としてかなり質問としても多いですし、なんか問い合わせとしても多いのが、沖縄移住に移住するにおいて車を持つことは必須なのかっていうことですね。めっちゃ多いんですよこれ。まあ、これ結論から言うと98% 必要って感じですね。ほぼ絶対ですね。便利だからっていう人多いんですけど、そんなことは分かってるじゃないですか。ただ沖縄はこれがあったらいいではなく必須である理由があって、まず一つに、本土みたいに交通網が発達してないっていうことですね。まあ、いわゆる公共交通機関、電車であったりとか、まあ、電車、主に電車皆さん使うと思うんですけどが、沖縄はやはり発達していないっていうのがあります。で、沖縄の電車といえば那覇に走っている、モノレール、まあ、ユイレールっていうんですけど、これのみになるんですね。じゃあバスはっていうことになるんですけど、バスはねあるんですよ。結構本数もあって停車駅も結構あるんですけど、いかんせんね時間通り来ないんですよ。30分とか1時間とか結構余裕で遅れるんですよ。なのでなんか通勤に使おうとかっていうのはもう本当におすすめしないです。危険です。危険というレベルなので、もうそれらを除くとなんかやっぱり何かしらの交通手段って必要じゃないですか。まあ、それが車だったりバイクだったりするんですよね。で、じゃあバイク私乗れる、僕乗れるからバイクでいいやっていう人もう結構いるんですけど、これはこれでありだと思います。沖縄結構まあ景色も良かったりとかで、道も結構広かったりで、まあ道なんか車の流れも緩やかだったりするところ多いので、結構バイク楽しいんですよ。僕も普段バイク移動なんですよ。そうなので、なんかこうバイクはいいですよっていうことは おすすめはしたいんですけど、ここでもその車がいいっていう理由がもう一個あって、雨多いんですよ。とにかく雨が多いし、雨が多いっていうのは雨の日数が多いっていうんじゃなくて、1日の中で雨が降るタイミングが多いんです。どういうことって思うと思うんですけど、沖縄ってスコールとかがめっちゃ多いんですよ。だから10秒だけ降るとか、なんかあれ雨降ってきた、めっちゃ強くなってきた、バー10秒後止んでるみたいなが結構あるんですよね。なのでバイクだとそれに合ってしまうと、なんかもうボットボットになるんですよ。で、もうガンガン晴れって予報の日に雨降ったりするので結構イレギュラーなんですよね。そういうのを結構気にされる方は、女性とか多いですよね、は車の方がいいんじゃないかなとは思います。男性はなんかあんま気にしないじゃないですか、意外と。僕なんか多分全然気にしないタイプだと思うので大丈夫なんですけど、気にされる方はちょっと車の方がいいかなとは思います。まあ、沖縄車の数が多いんで、車を持つことのデメリットっていうのもまああったりはするんです。例えば車の価格あるじゃないですか。で、沖縄って車の価格安いみたいな、なんか変なイメージがあるんですけど、一緒かちょっと高いんですよ。確か、まあ、僕の本当見解ですけど、ちょっと高いように感じます。で、あともう車社会なんで、もう保有率が8割9割なんで、車の国県民の保有率がね、とにかく渋滞します。もう道混みまくり、まあ、多分待ち合わせとか遅れたりする人が多いってよく言われるんですよ。その理由って多分渋滞もあるんじゃないかなって思ってしまうぐらい渋滞が多いです。
なので僕はバイク好きなんですよ。渋滞あんま関係ないじゃないですか。行けるとこはスルスルっと通り抜けで行けるから。だから僕はバイク好きなんですけど、車のデメリットがあるとしたら、まあそういうところかなって思いますね。他のデメリットってあんまないですよ。でもやっぱ大阪とか、僕大阪出身なんで分かるんですけど、大阪とかって地下鉄がめっちゃ発達してるんで、なんて言うんだろう、車を持つ必要がないっていうのを感じるのが生活の中で結構あるんですよ。電車で行けばいいとか、まあね、電車で行ったらお酒飲めたりもするし、眠ることもできるし、なのであまりなんか大阪にいた時は感じなかったんですけど、沖縄は車はもう絶対いりますね。沖縄移住検討されてる方、これ見られてる方って少なからず検討されてるか、沖縄移住いいなって思ってるか、まあ興味本位の方もいると思うんですけど、方はもう車は必須だと思っておいてください。で、免許がないっていう方は免許取ってから来た方が絶対いいです。こっち来たら絶対働いたりするじゃないですか。でも免許取る暇絶対ないんですよ。運転免許証あるんです。運転免許の教習所あるんですけど、ちなみに沖縄では教習所のことを自練って言うんですよ。自動車練習所かなんかの略らしいんですけど、自練って言うんですよ。免許をお持ちでない方はもう免許取ってから来られた方がいいです。で、こっちで車を買うか、もうその持ってらっしゃる車を船で送る、こっちに。で、これ船送るの結構よくて、車の中に荷物とか詰めて船乗せていいんですよ。だから引っ越しのものとかバーっても乗せちゃって、確かね、僕が一番知ってる安いので4万円ぐらいで送れたと思います。車に乗って移動は無理なんですけどね、4万円ぐらいで送ることが確かできたと思います。沖縄に移住される方にお伝えします。沖縄移住に車は必須です。ほぼ必須です。免許はもう必須です。もう絶対取ってきてください。はい、こういった移住系の情報や旅行系の情報はこれからも発信していきます。で、多分僕が発信する情報以外で気になること、疑問を持ってる方多いと思うんですよ。なので、何か、分からないことか知りたいことで、行ってみてほしい場所とか調べてほしいこと、そういったことがあれば、コメント欄とか、あと公式のツイッターの概要欄に貼ってますんで、そういったところの DM とかコメントとかどこでもいいので、何かメッセージをください。それに今まだ全然答えれるぐらいの規模なので、できる限り全てお答えしようと思ってるので、ぜひどんどんメッセージをお寄せください。では、また次の動画見てください。